c バスの例 PC-9801 デラックス拡張スロット拡張ボードの例 C バスは日本電機の PC-9800 シリーズに搭載されていた拡張スロットの名称である。この名称は1990年に NESA を搭載した PCH98 シリーズが発売された際に32ビットバスの NESA バスを E バス 1 6ビットの従来5バスを c バスと呼称したことからこれ以降使われるようになったレトロニムであり、それ以前はターンに汎用拡張スロット、または9 8バス等と呼ばれていた。98シリーズ以外にも c バスの採用機種があった。p c 8 8バシリーズ、文豪シリーズの一部機種、sharp MZ-2861 など、c バスは サウンドカード、ビデオカード、拡張メモリ、TEB チューナーカード、ビデオキャプチャカード、ラン n カード、MIDI カード、MIDI インターフェースカード、スカジーカード、自作基盤向けブランクボード、計測技用独自通信拡張カード、NC 加工機制御用通信カードなどがあったが、いずれも転送速度の遅さ、さらに98時代の終焉により1990年代後半には、 減少し消滅した。電力供給には余裕があることから、小型ドス、V マザーボードなどをはじめ各種専用計算機などを C バスボードに実装した例は多い。16ビットバスであり、PC-9800 シリーズで動作させた。マイクロソフトウィンドウズ NT からは、イサバスと表示される場合もある。2項目あるうちの前者は8286以降、搭載モデル。 後者は 8086V30 搭載モデルの場合、ただし過渡期モデルの PC-9801VX024 や VM21 では、1だけが 8086V30 使用、2、3、4が8286以降使用と、両方の使用の CWAS スロットが搭載されている。それらのマイナーチェンジモデルである、 PC-9801VX01-2141 では8286以降使用の C バスしか搭載されていない。例えば PC-UX ボードや68000ボードを使用する場合は 8086V30 使用の C バスに装着する必要があり CPU も V30 以下でなければならない。8286以降搭載モデルでは AB191 ピンは拡張スロット上のスイッチがオン時はバスの AB191 信号そのままスイッチがオフ時はバスの AB201 から AB231 までのすべてが0かつ AB191 イコール1の場合のみ未敗になるつまりこのスイッチ切り替えを含めれば蒸気 8086V30 使用の C バスと合わせて少なくとも3種類の C バス仕様が確認できることになる。PC-9821 時代の後期の機種では C バスの切り替えスイッチが省略されるケースもあり、該当機種では一番上のスロットでのスイッチが省略されていることが多い。ここには優先的に FDD インターフェースや PC カードスロットを増設するように指定されている。 それら以外でスイッチを押す機構のないボードはスイッチ付きのスロットで使用するように指定されている。すなわち、スイッチの省略されたスロットはスイッチが押された状態に相当する。PC カードスロットや PCI スロットを C バスに変換するアダプタもサードパーティーから発売されていた。ありがとうございます。